ですか。私は立憲民主党から7区公認候補者でございます。中谷和真でございます。ありがとうございます。本日はこんなにも多くの皆様にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。常日頃から大変お世話になっている連合からの皆さん、各スタンドの皆さん、横浜地域連合の皆さん、北部地区連合の皆さん、そして臨時でお世話になっている皆さん、厚生会の皆さん、そして地域の自治会町内会の皆さん、そして立憲野党の一本化に向けて汗をかいていただいた市民団体の皆さん、市民連合の皆さん、そして社民党の皆さん、共産党の皆さん、神奈川ネットワーク運動の皆さん、そして神奈川県議会横浜市会議員の先輩方である菅原さん、大山さん、若林さん、青木さん、そして参議院議員の前原裕一さん、本当に多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私が語りたいのは、こうした皆様の思いを必ず政治の世界に届けていかなければならない、こうした思いの中で本日出陣をさせていただきます。皆様はご存知の方も多いかもしれませんが、私が語りたいのは母子家庭の貧困家庭でございます。父と母が小学校5年生の時に離婚をし、母は女で一つで、私と妹と二人、兄弟三人を何とか養っていこうと、朝から晩まで働き出てくれました。しかしながら、生活は一向に良くならず、ある時期、母は体を壊し、寝込むようになりました。そして当時中学生だった私は、このままじゃいけない。私が家族を支えていかなきゃいけない、こんな思いの中で中学卒業後、高校では進学をせずに社会に働き入れました。しかしながら当時中卒の私が社会に働き入れてもなかなかうまくいかず、道を逸れ挫折をした、そんな時期もございました。そういった中で私はたまたま周囲の大人たちに支えられ、働きながら通信制の横浜平川高校に進学をし、働きながら柔道整復師の専門学校に進学をし、働きながら慶応義塾大学の経済学園通信制に進学をすることができました。そしてここにいらっしゃる多くの皆様に支えていただき、会社を創業し、菅直人さんと秘書を務めた後にこの地元に戻ってまいりまして、県会議員を経て今衆議院議員の候補として押し上げていただくことができました。私はこうした原体験から自分の政治信条として、この世の中から貧困と暴力を根絶をしていきたい、平和で豊かな社会がいつもいつまでも続く、そんな持続的な世の中を作っていきたい、端的に言えば笑われてしまうかもしれませんが、世界平和の実現ということを理念に活動をしている政治家でございます。そうした中で皆さん、今の政治は皆様から見ていかがでしょうか。納得のできる、満足のできる、そんな政治の運営はなされておりますでしょう。残念ながら私中谷和真にはそのように感じることができません。安倍首相が今解散したら選挙に勝てるか、こうした理由で解散総選挙を決め、仕事に内閣と名付けられたこの内閣は仕事をしないまま終わり、北朝鮮からミサイルが飛んできている、こうした
官房を作るこの決断が国民目線での政治なんでしょうか。私はどう考えてもそのように思うことができません。だからこそ私はこの安倍政権をどうしても打倒していかなければならないと思っています。そうした中で私たちは本部の方針の中で全員希望の党に公認申請を出しなさいという通達がございました。確かに小池知事の人気に座った方が選挙は楽になったかもしれません。ただ私はどうしても今まで皆様とお約束をしていたこと、このことを公認することはできませんでした。だからこそ皆様と共にやはり自分の言ってきた信念を貫き、ぶれずに戦うことが国民の期待に応えることにつながる、そう決心をし、立憲民主党という政党で戦わせていただくことになりました。そして皆様の期待に応えていけるような政治を前に進めていきたいと